意外と最近発売されたレゴがコストコで売られてたのが結構衝撃的でした。皆さんこんにちは、ひろげです。僕はめちゃめちゃ楽しみにしてました。本日3月1日は新作レゴクリエイターの発売日です。今年の1月に発表された3月に発売される新作レゴクリエイターをめちゃめちゃ楽しみにしてました。というわけで早速徳島県のトイザらスに行って買ってまいりましたので、何を買ったのかを紹介したいと思います。まずその前に僕が神戸のコストコで買ってきたレゴを見せたいと思います。それがこちら。はい、まずはこちらです。レゴクリエイターのこれオフロードバイクだったっけな、こちらのレゴクリエイターと、はい、なんと最近発売された新しいレゴマインクラフト回転神殿も買いました。そして最後はこちらレゴシティポリスのこれも名前忘れました、こちらも買いました。意外と最近発売されたレゴがコストコで売られてたのが結構衝撃的でした。ちなみにマインクラフトとクリエイターが2000円前後で買って、こちらのレゴシティポリスは3,500-3,600円で買いました。どれもアマゾンやトイザラスよりも安く買えたのでめちゃめちゃ嬉しいです。はい、続いては3月1日に徳島のトイザラスで買ってきた新作レゴクリエイターを紹介します。まず一つ目はこちら。はい、こちらレゴクリエイタースーパーロボです。はい、これは僕が前からめちゃくちゃ欲しかったレゴクリエイターです。ちなみに当然ながらこちらのレゴクリエイターは、はい、2個買いました。いつもだったら2個買いしてるんですけど、今回こちらのレゴクリエイターなんとじゃーん、はい、3個買いしました。僕は同じレゴクリエイターを3つ買ったのは人生でこれが初めてです。ちなみに3つ買った理由なんですけど、後に話そうと思います。はい、続いてはこちら。はい、こちらレゴクリエイターの森の生き物です。今年に入っての生き物系クリエイターの3つ目です。ちなみに2つ目は海の仲間だったんですけど、それはスルーしました。僕未だにレゴクリエイター野生の虎が全然手に入らないので、これ考えたら野生の虎めちゃめちゃ人気ありますね。ちなみにこちらのレゴクリエイターは2000円で買いました。言い忘れてたんですけど、スーパーロボは1300円で買いました。はい、じゃあ続いてはこちら。はい、はい、こちらレゴクリエイターのジェット機を買いました。ちなみにこちらはジャケ買いで購入しました。お値段は2800円で買いました。そして新作のレゴクリエイターと関係ないんですけど、レゴスピードチャンピオンケニーグセグジェスコが2400円で売られてたので、こちらも買いました。ちなみに新作のスピードチャンピオンは一応フェラーリは買う予定です。それとレゴスーパーマリオキャラクターパック4を5つ買ってきました。先言っときます、これはほとんど知らない。はい、ということで3月1日に新しく発売されたレゴクリエイターとコストコで買ったレゴを紹介しました。今回買ったレゴの中で一番早く組み立てたいのはこちらのスーパーロボットです。もうこれがめちゃくちゃ楽しみにしてたので、これはすぐに撮影したいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。